必ず喜ばれる、絶対に外さない手土産が見つかる、アンナの手土産。手土産選ぶときってどういうところをこだわってますか？ちょっと知らなかったみたいなものを出せたらよっしゃみたいな、そういうのあるの、ね、いいなって思うんだけど、はい、なかなか難しくて。そう、なかなか難しいですよね。本日一つ目は、京都の和菓子店で見つけた絶対に外さない手土産。わあ、こちらです。じゃじゃじゃん、すごい綺麗な包装。なんかすごい見た目は本。確かにこちらあんこを存分に楽しむためのあんこが主役のスイーツだそうです。あんこ大好き。大好きです。嬉しい。京都市中京区にある二条城から徒歩5分、地元で長らく親しまれてきた西安所が手掛けるあんこ菓子専門店、図書庵。もともと京都の和菓子屋さんにあんこを提供しているあんこ屋でして、そのプロが使っているあんこを一般の方にいろいろな形のあんこ菓子として知っていただくっていうことで、コンセプトで生まれたお店になります。図書庵では全てのお菓子に小麦粉の代わりに白あんの原材料、生あんを使用。小麦粉使ってない。わ、すごい。あ、グルテンフリーだから。あ、すごい、すごい。お砂糖を入れるといわゆる一般的な白あんになるんですが、お砂糖を入れる前のその生あんの状態を小麦の代わりに代用することで、まあ、お豆のそのちょっと素朴さというか小麦にはない和風な感じの、はい、あの味わいがお楽しみいただけると思います。あんこにこだわる図書庵の絶対に外さない手土産が、宮古もなかがおすすめの手土産になります。もなかのセットになっているんですけれども、自慢のあんこをたっぷりと召し上がっていただけるセットで、お日持ちもするので手土産としておすすめでございます。着想からおよそ1年かかって誕生したというもなか、1セットで1箱という贅沢なパッケージ。通常より深めの箱型タルト型になっているもなかというのを特注で型を作りまして、北海道産のえりも小豆という小豆をですね使っております。粒あんにした時に粒感がきちんと残る品種になっておりまして、はい、そういった小豆を厳選して使っております。自分で作る楽しさも手土産として喜ばれるポイント。おうちアレンジとしてバニラアイスであったりとか、いちごなど季節のフルーツを添えてオリジナルのもなかにしていただくのもおすすめでございます。いいんじゃないですか。あ、かわいい、かわいい。こういう指輪みたい。夢。あ、すごい。あ、いいです。わ、綺麗。とにかく和で、うん、和で小豆を楽しむもなかにしました。もうさ、溢れてるもんね。で、私の欲望です。サクサクして最高。すごい美味しい。小豆がやっぱ美味しい。あんこも甘さ控えめですね、うん、こう深く、ね、ボックスになってるから、なんかパフェみたいにね、いろいろ入れて楽しめますよね。続いてアンナアンバサダー綾田尾さんがおすすめする絶対に外さない手土産は、こちらになります。ちょっとケーキ、ケーキなんですけど、ケーキの中でもチーズケーキ専門店のバスクチーズケーキをお持ちしました。ーチーズケーキ専門店、はい、神戸阪急花熊駅から徒歩3分、お店があるのはこちらのレトロな佇まいのビルの2階。この2階。そうなんです。私最初行った時にここで本当に合ってるのかなって思いながら入りました。入ったらすごく雰囲気が、そう、すごい可愛らしくって、パリのアパートをイメージしたというチーズケーキ専門店ル・シミキ。脳裏に残るチーズケーキっていうのがコンセプトに掲げてまして、チーズケーキに魅せられた店主中村さんが、他では食べられない様々なオリジナルチーズケーキを考案。
今の季節ですとパンプキン、スイートポテト、モンブラン、芋栗南京だったり、リンゴを使ったアップルパイチーズケーキだったり、もうあれを作りたい、これを作りたい、あれにチーズと合わせてあげたいっていう感じで、でどんどん増えていきます。あ、すごいすごい、かわいい見た目も。あやたおさんおすすめの絶対に外さない手土産がバスクチーズケーキです。酸味を抑えたクリームチーズを使用、季節や気候に合わせ焼き時間を調整。驚くべきはその食感。プリンのようでシュークリームのようなんです。いやいや、チーズケーキ、チーズケーキですよね。食べていただきたい一品。めちゃくちゃ美味しい。とろける。うん、とろとろですよね。ふわとろ、うん、とろとろ。うわ、え、なくなった。なくなった。え、なんでこれが個体を維持できてるのかがすごい不思議。不思議、不思議ですよね。ワインをすごく飲むようになってから、なんかチーズケーキがさらに好きになって、パーティーの時とかでもお酒と一緒にこう持って行ったりとかします。いや、これは脳裏に焼き付くチーズケーキ。他のアンバサダーさんのね、手土産というのも気になります。確かに本当気になります。うん、もっと知っていきたい。みんなで情報共有していきましょう。していきましょう。絶対に外さない手土産の情報はアンナ関西で検索。